そうだそうだ。フィルム切り貼りしながら途中で再生することもできるんだぜ。もちろんこの機械があるとやりやすいけど、最悪ハサミとテープだけあればできるぜ。シュウもやってみるか。どうした？腹減った？確かにな。でもよ、それこそ外に出れば戻ってきたりしないかな。きしょいです。あっち行ってください。というか、まずはその頭に乗せてる虫を取ってください。待ってくれよ、咲夜子ちゃん。この虫はただの虫じゃなくて。最高だな、ここのシーン。こことかも面白いかもな。ギドーと店長の場外乱闘。でここは最後の告白シーンだな。よかった、シュウにキスシーンされなくて。ま、シュウのキスじゃどの道下手くそでまともに取れなかったかもしれないしな。正しいキスシーンはこう、あれだよ、ロマンチックに抱いてロマンチックにチューしてだな。私は監督であって女優じゃなく、
指導だからな。ここ来んのも慣れたもんだな。